はい、それではこの今回のセミナー専用の教本、悟りの心理学、人類の心理的進化の可能性と題する教本で、勉強していきますが、それでは始めたいと思います。第1章、仏教ヨガの悟りの心理学とは。1、悟りとは何か。悟りとは抽象的な言葉だが、それはさまざまな精神的な苦しみ、ストレス、生きづらさ、行き詰まりに悩む現代人にとっても、その根本的な突破口となる究極的な幸福、苦悩からの解放である。ここで、初心者の方もいるにもかかわらず、なんでヨガ、仏教の究極である悟りというてっぺんの話からしてるかというと、それを理解しないと、本当の意味でのヨガ、ないしは仏教、この思想が理解できないからであります。仏教ヨガというのは、その体操の面を取り出せば、ある意味では健康法とか、それから、人によっては装身術と、痩せるために使えるところもありますが、しかし、そうするとだんだん本来の心の解放、苦悩からの解放という本来の意味、これが分かりにくくなります。また、ヨーガという言葉の意味、これ自体もですね、ついぞ知らないままで終わってしまいます。そういったところから、まず一番の中心の中核の最大の目標であり、悟り、ないしは解脱と称するもの、これから学んでいくのがヨーガの本当の学びになるだろうと。で、死を末説に関しては、死を末説として学べばいいんじゃないかと思う。という意味で、ヨガというのは、そう、本来は悟り解脱という人類最高の心理的な進化、心理的な発達、至福状態の道であり、その過程でですね、健康とか、心の安定とか、そういうものが出てくるんだということです。では、もう少し先を読み進んでいます。悟りを一言で言えば、それは意識の自我からの解放である、または意識の拡大である。究極的に世界、宇宙全体への拡大であるため、宇宙意識とも言われる。それは人の心理が体験しうる最も安定した、最も豊かな幸福である。それは究極的には、あらゆる苦しみを根絶するものであり、苦しみの根本的な治療法である。言い換えると、悟っていない通常の意識は、自分という狭い存在の中に閉じ込められている。その中で心は常に一喜一憂し、不安定であり、狭く広がりがない。悟りは自分という小さな精神的な牢獄から解放された意識の状態であり、それゆえに、それは意識の拡大であり、解放された心の状態である。多くの同志、ヨガの同志が近年も現れました。その中で、パラマンサヨガなんだ、アメリカで初めて定住してヨガを広めたヨガ布教の立役者、彼は意識の拡大という言葉を使いました。意識の拡大、心が常日頃から大きく広がった状態だというわけです。まず、そんなイメージの意識状態があるんだっていうことなんですが、皆さんも、例えば自然の中に行ったりすると、発芽状態になって心が穏やかになって広がるという体験があるかもしれません。それをコントロールして意識的に作り出す、これがヨガの解脱悟りと関わってくるのだと考えてもいいかもしれません。もう少しお話します。悟りの境地は、自と他の区別を超えた意識状態である。通常の意識は、自と他を比較して、他に勝っては喜び、劣っては苦しみながら、自分には自分の思い通りにならず、完全な充足は得られず、不満、不安、怒り、抑うつがある。悟りの境地は、こうした一切の苦しみから解放されて、完全な充足をもたらすものであり、それは本当の最高の幸福を得た
という実感をもたらす。人は何に関して悩むかというと、地球の反対側にいるアフリカの人たちの日々の苦しみではなくて、もっぱら自分のことで苦しんでいるわけであります。自分と自分に関わる人への執着や憎しみ、そして無関心なほとんどの人間というふうに心が分かれているわけですね。よって突き詰めると、人は自分のことを構いすぎるから、考えすぎるから、愛しすぎるから苦しむという考え方が出てきます。そういった自我意識からの解放、これが実現できれば、心は自分という狭い世界から解放されて、自我の牢獄から解放されて、地球に、宇宙に、全体に飛翔できるのだと。空を巣から巣立って飛ぶ鳥のようにというか、それが意識の拡大のイメージです。で、それが実現されると、私は生まれてなすべきことをなしたというような最高の到達感、つまり真の充足が生じるわけです。皆さんはこの世界の中で何を得たらこれでいいという気持ちになれるか、例えばもう死んでもいい、もうこれでいいっていう気持ちになれるか、それはこの悟りの境地以外にはないというのが仏教ヨガの見解です。お金を得ても得ても、地位や名誉を得ても、大統領になっても、決して人の欲望は尽きることがない。言い換えると、そういったものは何を得ても満足できない、充足できない。よって仏教では一切がドゥッカと説きます。ドゥッカってのはサンスクリット語で不満足、不安定、不完全というんです。何を得ても満足できないし、不満がある、虚しさがある、そして得たものは失いたくないという不安や緊張、これがある中で、本当に幸せにはなりきれず人生が終わっていく。これを突き抜けるのが解脱、悟りということになります。もう少し先行きます。なお、悟りの境地は仏教の専門用語ではニハンと呼ばれることがあり、このサンスクリット言語はニルバーナである。ニルバーナの音訳がニハンであり、言語がなまった結果である。このニルバーナの原因は煩悩の炎が吹き消された状態といったほどの意味となるが、それは真に平安な状態であるため、このことを仏教の専門用語では涅槃寂静、悟りの境地は静かで平安であるという教えが、涅槃寂静、その前の涅槃ですね、ニルヴァーナ、どっかで聞いたことがあるかもしれません。これは悟りの境地という意味です。で、その原因はここにありますように、その煩悩の炎が吹き消された状態ということで、あらゆる自我の思考や感情、これが静まった状態で、非常に平安だと、そしてかつ充足感があるということですね。それが人類最高の心理状態だと東洋の思想が説く悟りや解脱で、この状態を目指すのがヨガや仏教の本流なんだと。で、その準備の準備として体操とか呼吸法とかがありますという位置づけです。もう少し先に行きます。2、悟りとは高度な心理学であること。悟りとは苦しみを乗り越える高度な心理学、実践哲学とも言うべきものであって、特定の何者か、神仏、経典、その他を絶対として崇拝するという意味での宗教とは異なると考える。それは現代の心理学の裏付けもある合理的なものである。そもそもが仏教やヨガは東洋の伝統の心理学とも言うべきものであり、東洋における心に関する深い学問探求は西洋の心理学よりはるかに早く始まったと考えられる。例えば、人が通常は自覚しない深層心理の存在を解き始めたのは、
仏教の唯識思想が西洋の心理学よりも1000年以上早いと思われ、唯識思想の経典である下人密教は遅くとも西暦4世紀頃までには成立していたと推定される。まあ、心理学を学んだ方であれば、またはそうでなくても無意識というのがあると思うんです。つまり我々が自覚していない意識ですね。例えば皆さんは無意識的に、足をさすってみたりね、どっかかゆいとこを書いてみたりします。我々の脳活動は我々の自覚した意識とは別にもう一つ別の意識を持っている。これを深層心理とか、それから潜在意識とか、無意識だとかいうわけです。この自覚されない意識の存在は、西洋はこの自然科学の発達と伴ってこの数世紀の間に発見して研究してきましたが、それを遡ること西暦4世紀前後にすでにその無意識の思想、潜在意識の思想、これを持った仏教の経典、下人密教などが編纂されているということですね。という意味で、仏教の心理学というのは東洋の伝統の心理学であり、その点で東洋の心理学の方が悟りと解脱という文脈において一日の長がある心理学であるということができると思います。では3つ目、人が苦しみを感じる原因の心理的な分析。悟りの思想を学ぶための土台となるのは、人はなぜ苦しむかという根本的なテーマである。そこでこのテーマに関して苦しみが生じる原因構造に関する仏教の伝統的な心理分析を現代的に表現し直して考えることにする。人は今よりもっと、他人よりもっとと財物、名誉、地位、異性、その他を求める心の働きがある。これを仏教では煩悩、我欲という。ポイントはこの欲求が自分たちの予想と異なって、実際には結果としてさまざまな苦しみをもたらし、本当の幸福に至るものではないということです。すなわち人の通常の心の働きは自分を本当の意味で幸福にするものではないということで、それをなるべく分かりやすく言うならば、そのように求めて以前より他人より得られた一時期は、以前より他人より得られた一時は喜びを感じるが、その喜びは長続きせずにもっと欲しいという欲求が生じる。こうして欲求には際限がないが、人は何かしら求めても得られない欲求不満を抱えながら生き、得られない時の失意の苦しみを経験する。よって得ても得ても満足できず、本当の充足が得られないために、一般的に言えば恵まれている人の中にさえ本当には幸福になれないと感じ、虚しさ、空虚感を抱える人も現代には少なくない。煩悩、我欲の欠点の大地は長続きせず、それどころか際限ない欲求ですね、すなわち欲求不満、これが生じることにあると。一方、以前より他人より何かを得ると、その喜びは長続きしないのに、一旦それを得るとそれを失うことには苦しみを感じる。言い換えれば、それなしでは得られない状態、囚われ、一種の依存状態が生じるのである。そのため得たものを失う不安、奪われる不安、ついには失った時の苦しみを感じる。そしてこの失う苦しみに関して言えば、人生において得たものは追い闇、死ぬ中で自分の財物、地位、名誉、人間関係はおろか、自分自身の体、生命さえいずれは失うものである。その意味で得て失わないものは何一つない。ここでまた二つ目の欠点ですね。得るとその裏側に、得た時は喜びなんだけど、得るとその裏側に囚われが生じると、それなしじゃいられなくなるっていうことです。これもまた無意識の働きです。皆さんは例えば何か今まで以上のものを得たと、例えば給料が上がったと、その時喜ぶと思うんですが、自分ではその後にそれにとらわれろと脳に命じてるわけでも、自分に命じてるわけでもありませんね。しかし自動的にですね、得たもの、これは失いたくないというとらわれが生じてしまう。
その得た喜びの裏側に、それなしではいられない、それを失ったら辛いという状態で、これが生じてしまうわけです。給料が上がる前はその給料で、ある意味ではそれに馴染んでいて苦しみなくやっていられたのに、上がった後に下がると元の給料、そう、突然それが苦しみになるんですね。上がる前と上がった後にまた戻った後、これは給料の額は同じなわけです。しかし上がった後にまた元に戻ると、その時には上がる前と違って苦しみが生じている。これはなぜか。こういう無意識の働き、これが我々には習慣的に自動的に生じるのだ。これが煩悩の特徴の一つでもあると。さて、もう少しです。さらに、皆が今よりもっと、他人よりもっとと求める限り、他者は自分と幸福を奪い合う存在となり、自分の幸福の障害となる面が多くなる。自分よく恵まれていると見える他者への妬みや、他者に劣っている自分に関する卑屈、自己嫌悪といった苦しみが生じる。また不当に自分の幸福を妨げる、また奪うと見える他人に対する怒り、憎しみ、恨みが生じる。人間関係のトラブルですね。人間関係の苦しみ、これが現代人最大の苦しみと言われています。まあ、例えば家族、例えば会社の同僚、友人、知人ですね。もはや戦争とか飢餓とかいうものに悩む、少なくても先進国ではなくて、苦しみの体感はその人間関係、そして特に無意識のうちに自分と他人を比較してるんですね。ですから無意識的にですね、たくさんの囚われを持っていて、それが叶う叶わないというところで苦しみを感じます。しかしながら本人たちはですね、自分のそういった気づかない欲求、囚われ、今よりもっと、他人よりもっとといろんなものを求めている。そしてそれでいうように自分と他人を比較、自分と他人を比較している、その心の働きが原因となって苦しんでるんだっていうのは自覚はほとんどないんですね。そうではなくて、その比較をして自分が他人より勝った状態にしてくれる、少なくとも劣ってない状態にしてくれるように、自分の周辺周りの人がその動いてくれないと、それに対してそういう人たちが自分の幸福を妨げてという人間関係上の苦しみ、嫌悪っていうのが生じてしまう。ここのところは大きな分かれ道です。それを自分の無意識的な、自動的な、習慣的な心の働きが原因で、それを乗り越えれば解決すると考えるか、それとも自分は人間関係に恵まれない、家族、同僚、友人、知人に恵まれない、自分の生まれ生い立ちその他に恵まれてないというふうに考えるか、これがブッダの教えと、それから現代人主流の考え方ですね。この違いということになります。ブッダの教え、悟りの哲学の本質は、全ての苦しみの原因は自分の内側の中の煩悩にあるから、だからその煩悩を滅すれば理論的には全ての人が幸福になれると。その生まれ生い立ち、周辺、人間環境とは関係なく、我々は幸福を得ることができるんだという、極めて、まあ、ある意味では自己宣言ですか。だからこそ自律的で、そして諦める必要がないという意味で希望のある前向きな人生観、幸福観、これを持っている。さて、もう少し先に行きます。現代の先進国社会では人間関係が最大の苦しみになっているが、その苦しみの根底には絶えず自と他を比較するために、自分では気づかないうちに他者との関係が協調的なものではなく敵対的なものとなっているということがあると思われる。この自分の内側の要因を見逃して、人間関係の苦しみをもっぱら他者のせいにしても、苦しみを解消、解決することはできない。他人を批判、攻撃して人間関係が破壊されるか、人間関係を放棄して引きこもることになる。私は相談を受けるときにですね、
誰かに対する怒り、これが止まらないんですと。例えば母親に対する怒りが止まらないとか、そういった時に時々言うのは、そう気づかないうちに母親にその期待しすぎてるんですね。もちろん本人は期待しすぎてるとは思ってません。こんなぐらい、このぐらいやるのが母親でしょっていう気持ちがある。それは当然通常の母親ないし自分の母親があるべき姿のイメージと実際の自分の母親との比較をしていますね。で、その比較に基づいて、期待しているわけです。しかし現実はその期待に及ばないんですね。期待しているうちの8割とか7割とか。そうした時にブッダの考え方では、その現実に対して自分の期待の方をちょっと引っ込めると、ね、それによって心を落ち着けていくと。そして怒りを鎮める。で、怒りを鎮めた方が相手を扇動することもしやすい。まあやっぱり他人というのはね、あんたもこうとこやもうなーって言ってると、自分を嫌いな人の言うことはやっぱり聞きたくないっていうこともあって、自分の期待をちょっと節約して心を静めて穏やかな状態で相手を冷静な心から善導していくというのが、まあブッダの知恵ということになります。しかしその前提としてですね、我々は無意識的にですね、自分と他人を比較しながら、いろんな比較に基づいて、他人がこれはおかしい、他人はこうではおかしいという思考、これになって、他人が自分と敵対するような意識状態になってしまっている。さて、それではその後です。さらに今よりもっと、他人よりもっとと求めても、加齢とともにそれを得て喜びを感じることは難しくなることが多い。加齢とともに大抵は得られるものは前より少なく、若い他人より少なくなってしまう。そして老いや未知の中で一切失う結果となる。これは人生の幸福は尻すぼみ、尻下がりということであり、高齢者が若い人はいいよねという背景と。さて、ここでですね、皆さんにちょっとだけ今までの習慣、習慣的常識から離れていただきたいんですね。私は今あなたの幸福不幸に関連して、誰がそれを妨げているか、そう、あなた自身が悪いのか、あなたの家族同僚が悪いのかという善悪の話をしてません。何がみんなにとって得で、何がみんなにとって損なのかということをして、例えば母親が至らないと、普通の母親から見てと自分では思って、で母親に対して怒るということをずっと繰り返してきたと。しかしよく考えてみると、それではお互い敵対関係になるばかりと。まず自分の心、そして体の健康にも悪く、人間関係も改善して。ならばまず母親への期待をちょっと節約して心を静めて穏やかになる。その方がまず自分にとっていいのである。そして母親、これをですね、自分の価値観から見て、こじゃとっと足りないから母親としてはこういうことはすべきではないかという方向に導きたいとしても、落ち着いて穏やかに前向きな、自分の心や行動からそれを誘導する方が逆にうまくいくのではないか。怒りを発し続けて単純に敵対感情が増大していくっていうだけじゃ、可愛さ余って憎さ100倍で空回りする。それは自分にとってまず第一に、そして相手にとって第二に悪い、双方のために良くないんじゃないかということです。しかし現代社会っていうのは、先ほど言ったようにお互いが今よりもっと、他人よりもっとと幸福を求めてますから、それを与えてくれない他人に対する敵対感情、これが強いんですね。で、その時に必ず決まって、この人はおかしいよね、この人は悪いよねということで、その人が悪いという、そういう認定をします。しかし悪いとかいいとかいうのは結構いい加減なもんで、何かと比較すると悪いけど、他と比較すると必ずしも悪くないっていうことで、そんな悪くないよ、それ普通だよって言われると、自分が悪いと認定して否定してきたものが、否定しちゃいけないのかって話になって、じゃあ私が悪いって言うんじゃない、悪いって言うんですかと、
それが当たり前だから、それ許せって言うんですかっていう話になって、善か悪か、許すべきか許すべきでないかっていう話ばっかりになっちゃうんですね。で、これもまたブッダから見ると、その一つの思考の偏りっていうんですかね、自分と他人の幸福を冷静に合理的に考えて、どうすればお互いのためにいいのか、そしてどうするとお互いのためにならないのかっていう視点ではなくて、そう、どちらが変わるべきか、どちらが悪いのかっていう、そういう話ばっかりになって、どちらが犯人なのかっていうことばっかりやって、絶えず自分と他人がどちらが裁かれるべき犯罪者かという考え方ばっかりで生きているような、それでですね、世の中にはたくさん批判攻撃というのがあるわけです。あんたが変わるべきだと、あんたが悪いと、そしてあんたのために自分は幸福になれてないということですね。そして他人を批判攻撃して、他人をそれによって変えてですね、で、自分のために行動させようとするということです。自分の方で自分が変わる努力とかあんまりしたくないということですね。よって、そういった批判攻撃っていうのは、裏側には他人を変えようとする意識があるわけで、その裏側に自分が反省改善して向上しようっていうような意識は、これは乏しくなってしまうという。これも落ち着いて考えてみると、現代人の習慣なんであって、それが絶対の道理か、正しいことなのかということはまた別です。まあ、正しいというよりは、それがお互いのために本当にいい道筋なのか、それとも感情的な、そしてある意味では自己反省や向上欲求に乏しい得策ではないのかっていうことはまた別のことですね。そんな視点からちょっと考えてもらいたいと思います。ではもう少し先に行きます。さらに、悟りによる苦しみの超越と関連づけるならば、人によるだろうが、人の最大の苦しみとして老いや死ぬことが挙げられるかもしれない。自分は自分自身に執着し、それが消滅すると感じられる死を恐れ、また死後の世界があるならば、それが今より不幸なものになることを恐れる。しかし、悟りの境地が深まると、こうした老い、闇、死ぬことに対する不安、恐怖もついには薄らいで、なぜ死の恐怖がなくなるかというと、先ほど言ったように、悟りというのは自我意識からの解放なんですね。自分が死ぬなんてというような気持ちから解放されるということです。それは、体というものを中心とした、自分という観念の牢獄から解放されて、意識が大きく広がるということです。そうすると、まあ、分かりやすく言うと、死んでもこの体がなくなるだけで、それ以外の何もない。死んだ後に意識がなければ苦しみはないし、死んだ後に意識があったとしても、広がった意識はそのままに、体がなくなるだけで、こんな感じでですね、自我意識、この体を自分だと強く思って、それに執着し、そのためにいろんなものを他人から奪い勝つ、そういった習慣、これがなくなってくると、自分というものに執着していることによる苦しみ、自分が老いて病んで亡くなっていくことの苦しみ、死の苦しみ、これもなくなっていくということです。そして、皆申し上げている通り、お分かりになるとは思いますが、これは頭でですね、私の言葉からは聞くだけではなく、体でそう感じないといけないということです。で、まあ、それについて学べるとすれば、別のところで勉強しますが、老年的超越といって、今、長寿社会の中で90歳、100歳のおじいちゃん、おばあちゃんで、人生多難な中を過ごしてきた方が、それほど多いわけじゃなくて、人口の数パーセントだと思いますが、今が一番幸せですという、超高齢期の至福状態を経験しているということが心理学者によって報告されています。その人たちも死の恐怖、これを持っていないということです。むしろ今日一日朝起きて、もう一日生きられるということで、大変ありがたいというふうになっているんですね。さて、もう少し先に行きます。こうして、今よりもっと、他人よりもっとと、自分だけのために、財物、名誉、地位、異性、人間関係、その他を求めると、様々な苦しみが生じることがわかる。これを多少簡略化して表現してしまえば、求めて得られぬ不満足、
老いや死ぬことを含めて得て囚われたものを失う不安定、幸福を奪い合う他者との敵対関係に不調和などと表現できるかもしれない。こうして人は絶えず不満足、不安定、不調和に悩みながら老いや死んで全てを失う不幸を経験して人生が終わることになる。これに対して悟りとは、真の充足、満足、真の心の平安、他者との調和を実現し、加齢とともにますます幸福になる尻上がりの人生を実現するものである。その典型的な先駆者が悟りの道を説いた仏教界その釈迦牟尼であったと考える。ということは、まあ、悟りの思想の概略なんですね。で、そして次にですね、悟りの思想に基づいてどんなそれを支える思想が出てくるかというと、まあ、まず最初に私が取り上げるのが無我ということです。仏教の基本思想には無我に加えて無常とかね、苦とかね、それから縁起とか空とかいった教えがあるんですが、実はこれはみんな同じ概念の異なる表現です。ですから無我、これを学べば他は全部わかるということもできますが、そういった意味でも無我を取り上げていこうかなと思います。そしてポイントは、常識の人間観と大きく異なる点があるので、そこは皆さんの知性、これを十二分に働かせて、で固定観念から自分を解放するように努めてもらったらと思います。4、仏教用語が説く悟りの心理学の根幹、無我。では早速仏教用語が説く悟りの心理学の根幹を解説する。その前提として、その心理学は現代の最新の心理学とよく合致しているが、しかしその最新の心理学の思想は未だ十分普及しておらず、現在の一般の常識とは異なる面があることをあらかじめ指摘しておきたい。言い換えるならば、21世紀に住む我々の常識の中に依然として非科学的な思い込み、認識不足がある。またこれは人類の歴史の常であって、例えば400年前のガリレオの地動説のように、特に革命的で科学的な発見理論が一般の常識になるまでには時間を要するもので、これは非常に重要なことなので覚えておいていただきたいんですが、人類によって革命的な思想はですね、それが普及して常識になるまで非常に時間がかかる。革命的な発見もそうです。で、革命的な例えば政治体制などもそうです。民主主義、これは250年前アメリカ合衆国が初めて、実現しました。しかしまだ人類は250年後、世界全体が民主主義にはなっていません。そしてガリレオの地動説は400年前、それに対して弾圧したカトリック教会、それを反省謝罪したのは1990年、約30年前に過ぎないからです。こうして革命的な発見、常識と食い違う発見、これがなされた場合、それが浸透する、これは時間かかるんですね。という意味では、ブッダの2500年前の発見、つまり彼の新しい人類にとっての幸福のあり方の発見、これは2500年後もまだ一般の常識、スタンダード、これにはなっていません。なっていないが、それは逆に言うと新しいからはなってないんであって、革新的であるからはなってないんである、ということができる。ではもう少し読んでいきます。第一に、仏教の思想には私、私のもの、私の本質ではないという意味を持つ無我、ないし非我という教えがある。そして諸法無我、一切の物事は私ではないと説かれるように、心や稼働を含めた一切の物事を自分のものと見ないのである。というよりも、自分のものではなく、そう見るべきではないにもかかわらず誤ってそう見てしまうがために人は苦しんでいると説いている。そしてここで一番重要なことは、悟っていない人が全て自分であると思っている自分の心さえも自分ではないとしている点である。心も自分ではないとしている。そしてこれを理解するためには、まず心とは何かについて考えなければならない。そもそも我々は心という言葉を頻繁に使っているが、心とは何かということをほとんど考えたことがない。言い換えれば、心とは何かを定義したことがない。5. 心とは一体何か。ウィキペディアは、心は非常に多義的抽象的な概念であり、文脈において多様な意味を持つ言葉である。人間や生き物の精神作用やそれの元となるものなどを指し、
感情、意志、知識、思いやり、情などを含みつつ指しているとし、広辞苑を引用して以下のようなものを挙げている。人間の精神作用のもとになるもの、人間の精神の作用、知識、感情、意志の相対、思惑、気持ち、思いやり、情け、他に趣、趣向、意味、物の中心等。デジタル大受診では、人間の理性、知識、感情、意志などの働きのもとになるもの、また働きそのものをひっくるめて言う、精神、心情などとしている。で、まあ一般のね、辞書では分かんなくなっちゃうわけですね。で、そこでですね、もっと鋭利な、明晰な思考を持つ心理学者、ないしは、そうですね、人間の心の働き、知性、これをですね、今、本当に科学的に研究しているというのは、人間を模した機械を、コンピューターを、AI を作ろうとしている人たちなんですね。その人たちの見解から言うとどうなるか。いずれも曖昧であるので、科学の専門家の定義を紹介すると、脳科学者の松本源氏によれば、心は感情、知覚、意志、記憶と学習、意識、無意識の5つからなるとしている。脳、心、コンピューター、日本物理学会、松本源。幸福学の研究で知られる前野隆慶大教授は、心理学の深層心理、無意識の理論を取り入れて、知、知覚、情、感情、意、意志、記憶と学習、意識、無意識、これを挙げている。脳はなぜ心を作ったのか、前野隆、千曲文庫、そしてここで最も重要なのが意識である。ではもう少し先に行きます。6、意識の不思議と根源性。脳科学、心理学が目覚ましく発展する中で、この意識だけは依然としてほとんど未解明である。第2章で述べるように、例えば感情に関してはさまざまなホルモンの働きと結びつけて解明されてきている。しかし意識に関してはそれが一体何者なのか、何でできているのか、どこにあるのか、仮に脳にあるとあるのであれば、脳の一部に極在するのか、全体に偏在するのか、ヨーガでは必ずしも脳にあるとはしないということが全く解明されていないので、まあ前野隆教授などは脳のどっかに極在するのか、脳全体に偏在するのか、いろいろな科学者の見解を著書の中で挙げています。ただしヨーガではですね、この脳、これには微細体というものがあるが、より根本的なそのものとしてですね、原因体というのはこの心臓のところにある。で、その心臓の原因体の中にある心我というものが、人の意識の中の意識、主観の中の主観、主体の中の主体であって、それは心のところにあって、あ、ごめんなさい、心臓にあってですね、頭にはないという主張。これはヨガの伝統的な考え。どちらが正しいかはともかくとして、それだけ全く分かってないわけです。しかし、意識というものがなかったら、我々は他のすべての存在を認識することができない。心や体や他者、外界を含めて何かが存在するという認識概念は、意識があってこそ成立するものだ。意識を失うと何も経験しないように、仮にこの宇宙に意識を持つ生命体が存在しなければ、何かが存在するという認識、概念自体も生じないだろう。その意味で意識は全ての存在と一体不可分のものだ。ね、意識がなかったらですね、何かがあるという概念自体が意味がないではないかということです。何かあってもそれを認識するものがない。ですから、あらゆる存在は意識を条件として存在しているのだ。存在という概念は意識あってこそであり、意識がない世界に存在という概念も存在しないということ。それほど意識は根源的なものだということですね。心の中にですね、知覚や感情とか意志とかいろいろな要素はあるけど、それと一緒にされてはいるが、しかし別格なのがこの意識ではないかということになるわけです。で、それをもう少し考えていきます。7、仏教、ヨーガの無我、真我の思想。さて、仏教、ヨーガでは心は無我、私ではないとするが、それは思考や感情といった心の働きは私ではないという意味であって、意識を含めて私ではないと説くものではない。
特にヨガは思考や感情が静まった純粋な意識だけの状態を真我と呼び、それを真実の私、私の本質、アートマンと定義する。ここでポイントなのは、心は無我、私ではないと言っても、心の中に含めてしまう、意識というものを含めて私ではないとして、で、ヨガというのは自分の意識を手放すものかってなると、意識がなくなったらですね、もう何もなくなりますから、何の知性も、何の学びの体系もない。意識だけを残して、他の心のあたり、思考や感情を鎮める。これが禅定の状態で、その意識が、意識だけで存在している状態を、ヨーガでは特に、真我、本当の自分のあり方と、そういうふうに言うわけです。これがヨーガの心理学、非常に重要なところです。意識とそれ以外の心の働きを区分していくということ。これを理解するためには、経験する主体と客体という概念が役に立つ。何かを経験するとき、経験する側と経験される側がある。例えば我々が何かを見るときには、見る側の人間の目、視覚機能を含めた脳があって、見られる側の対象物がある。それと同じように思考や感情などの心の働きに関して、その思考や感情を経験している主体は意識であって、思考や感情は意識に経験する側、経験される側、客体であると考えることができる。その意味で、ヨーガの思想では、意識は主体の中の主体、主観の中の主観である。一切を経験する主体で、ね、何かを見るときに、目で見えてるものは見えてないですね。それと同じように、意識はいろんなものを経験すると。外界も経験するし、体も経験するし、そして心も経験する。心って言ったのはこれ思考や感情ですね。で、それらは意識ではなく、意識に経験される側だったということ。だから意識以外の全てのもの、これは意識の経験する対象で意識に経験される側。経験するのは意識だというところです。ポイントはここで、意識と意識以外の心の働き、これを区分しているということです。先に行きます。そしてヨーガでは思考や感情を鎮め、真我だけの状態に至ることを解脱とする。よって解脱は真我独存意、真我が他と交わらずに一人だけ存在する状態とも呼ばれる。そして真我独存意とは、永久不変の平安であると、そしてそもそもヨーガという言葉の意味が心の働きを死滅することという意味で、なぜそうかというと、意識以外の心の働き、思考や感情などを瞑想によって止めることによって、普段は思考や感情と一体化している真我が本来の真我だけの状態に戻る、解脱することができるからである。ヨーガというのは実は心のコントロールという意味だと言いましたが、より正確に言うと、ヨガの経典の原点に立ち返って、心の働きを死滅する、すなわち思考や感情を死滅すること。そうすると純粋に意識だけの意識状態になる。それが真の自分、真我なんだ。そしてそれは苦しみがない。なぜかって我々は苦しむときは自分の思考や感情、これが苦しんでいる。苦しい、苦しい、苦しいと思ってそう感じている。しかしそういった思考や感情がなくなったら、純粋な意識だけの状態になったら一体どうなるんでしょうかっていうことですが、それは皆さんがちょっと経験します。その状態を少し垣間見ています。先ほどの呼吸瞑想ですね。これに成功するとですね、雑念がなく思考感情なく空っぽな自分、これが生じるわけです。で、心で心が静まるっていう人もいます。普段からいろいろ悩んでる人はこの状態、ああ苦しみがなくなったわというわけです。ですから人は苦しんでる思考や感情と普通意識が一体化してしまって、意識が思考や感情を自分と混同し、意識や感情と心中するように苦しんでいる。映画を見てる観客が
観客の立場を忘れて、観客の立場を忘れて、映画の主人公と感情移入してしまって、主人公、これが映画の中で苦しみ始めたら、自分が苦しんでいると。錯覚して、で、ショック受けて、で、映画館から病院に運ばれる人もいるんですが、そういう状態なんだとですね。よってそこで思考や感情を沈めて、思考や感情から意識を切り離して、見るとどうなるか。そこには永久不変の平安と光明、この世界がある。永久不変の光明と平安は体験してみないと分かんないんですね。これがしかし、ヨガの行者が主張してきたことである。ではもう少しさらにです。すなわち、ヨガの思想では普通は悟り下脱してない人の場合は、意識が自分イコール意識と、本来は自分ではない思考や感情を混同し、思考や感情を自分だと錯覚しており、そのために意識、真我が苦しみの思考や感情などとともに本来は不必要に苦しんでいるが、意識、真我がその混同錯覚から解放されるならば、苦しみの思考や感情からも解放されて、不安の不変の平安に至ることができるというのである。なお仏教には明確には真我という思想はない。宗教学者による開祖の釈迦には真我の存在思想もを否定も肯定もしなかったようだが、釈迦以降の仏教とは、仏教が無我の教えを強調する中で、ヨーガが説く真我を含めて一切は自分ではないと解釈した。ただ実際に悟り下脱を目指す上では、この両者の違いは重要ではないと思われる。重要なことは思考や感情といった心の働きを自分ではないと考えて、その働きを鎮める瞑想によって悟り下脱を目指す点において、両者には違いがないからである。すなわち悟り下脱に至るためには思考や感情などの心の働きは自分ではないと教えれば足りると考える仏教に対して、ヨーガは本当の自分は真我であるから、真我ではない思考や感情などの心の働きは自分ではないと強調するのがヨーガであり、両者の教えの解き方の違いではないかと思われる。要するに思考や感情、これを自分ではないとして、そうすることによってそれを沈めていく手がかりを得ると。で、その結果心が沈まれば、そこで最高の平安の状態がやってくる。この点においてヨガや仏教、これの本質は変わりがないということです。それではもう少し先に行きます。8、心が自分ではないという思想の意味、自他の区別の超越。思考や感情などの心の働きさえ自分ではないとする無我の思想は、結果としてさまざまなことの心の働きを鎮め、さらには自己中心的な意識を解消することになる。すなわち静まって安定した広がった意識状態を与える。まず、なぜ無我の思想が、無我の瞑想が思考や感情などの心の働きを鎮めるかというと、それらを客観視するからである。そしてこれはうつ病などの治療に用いられているマインドフルネス認知療法の経験で確認されている。マインドフルネスは今やGAFAなどの大企業でもストレスリダクションや仕事の能率を上げるために採用されているというが、これは禅の瞑想から米国の医師が宗教色を抜いて作った心理療法である。マインドフルネス瞑想は自己客観視の瞑想とも言われ、自分の思考や感情を含めて物事を冷静に客観視するものだ。その訓練を通して自分の思考や感情を客観的に見ている意識をメタ認知、超越的自我などと。ここにありますように、マインドフルネス瞑想では自分の思考や感情に一歩距離を置いて、それを客観的に見る、そういう訓練をします。で、その時に自分の思考や感情を見ているその上位の自分ですね、それをメタ認知、超越的自我などと呼ぶんですが、そういうものが体験されるんだということを、この心理療法では臨床的に確認されているということです。自分、すなわち自分の意識、メタ認知、超越的自我と自分の思考と感情の間に一歩距離を置くことであり、マインドフルネス認知療法の見解では、これを自分と自分の思考と感情の脱同一化と呼んでいる。もう一回言いますと、そして思考や感情を客観視するということは、自分、すなわち自分の意識、メタ認知、超越的自我と自分の思考感情の間に一歩距離を置くことである。マインドフルネス認知療法の見解では、
これを自分と自分の思考と感情の脱同一化と呼んでいる。どんなことでですね、自分の思考や感情を客観視できるかというと、これはいろんな手法があります。それはそういう瞑想訓練をするんですが、まあマインドフルネス認知療法の元となっている認知療法などにおいては、自分の思考や感情をノートに書き出してみる。貸し出してみるとですね、そう、自分の思考や感情がノートに移りますから、ノートを見ながら自分の思考や感情を客観視していること。またはこういう唱え方、これがあります。その、あいつが憎い、あいつが憎い、自分はダメだ、自分はダメだと思うだけじゃなくて、それを客観的に表現してみる。どういうふうに感じる、私は今、自分はダメだという思考や感情、これを経験している。そういうふうに自分で言ってみる。そうすると思考や感情、自分はダメ、自分はダメ、自分はダメっていうのが絶対真理みたいに脳裏に焼き付いている状態から、それは単なる自分の見解であり、それも一つの自分の経験に過ぎないということが分かる。まあそんなふうにやってるんですね。それからあいつは悪魔、あいつは悪魔、あいつは悪魔と思うとですね、本当にあいつが悪魔に感じられてる。しかしそうじゃなくて、あいつが悪魔という思考や感情を自分は今経験していると、そういうふうにしてですね、一歩距離を置くわけです。まあそんなふうにするとですね、意外とうつ病などのような仏道、洋画修行の専門家、熟達者じゃなくても、思考や感情と自分の意識、思考や感情と自分の意識を切り離すことができてしまうんですね。できてしまって、結果として思考や感情ではない、思考や感情を客観視している自分の意識、これを経験します。それをメタ認知、超越的自我と言っています。そうするとこのヨガの真我の概念と非常に近いですよね。とすると真我を経験するっていうのはそんな難しくないのかっていうことにもなります。真我を本当にフルに経験する、真我だけの状態になることは常人には難しい、悟りの道程を歩まなければなりません。しかし思考や感情から距離を置いた意識、真我の始まりですね、それを経験することは比較的容易にできるっていうことです。こんなとこから入っていくということですね。で、そういう状態をですね、マインドフルネス認知療法ではですね、自分と自分の思考と感情の脱同一化、自分と思考と感情の脱同一化と呼んでいます。そういう概念が心理療法の中にあるんだということです。で、なぜそれが重要と心理療法でなったかというと、次のところです。そして重要なことは、脱同一化が起こる際にうつ病などが治癒されていく、苦しみが解消するということが報告されている。自分と自分の思考や感情と距離を置き始めると、今までの抑うつ感情、これがなくなっていくということです。俺はダメだ、俺はダメだ、俺はダメだっていうのに対して、俺はダメだという思考や感情を今経験しているとなると、ああ一歩距離を置けば、確かにね、苦しんでる人と一緒に心中するように苦しむんじゃなくて、苦しんでる自分の友人を、そう、友人として見てるんであればですね、一歩苦しみは和らぐわ。心というのは、思考や感情は自分の中のもう一人の他人、自分の中の友人であって、自分自身ではないんだという表現をよく深層心理学者は取りますが、まあそういう世界です。もうちょっと先に言います。この点は非常に重要であり、意識が自分の思考や感情を自分と混同し、苦しみの思考や感情とともに苦しんでいる限りは苦しみを感じるが、混同をやめて両者の脱同一化をするならば、感じる苦しみが和らぐということで、こうしてマインドフルネス認知療法の臨床研究は、まさに仏教ヨガが説く無我の教えによって苦しみを解消する悟り、解脱の思想と完全に一致している。まあ、こうしてですね、マインドフルネス認知療法という心理学、現代の心理学が捉えている心の世界というのはですね、心は意識が自分の思考や感情にベタ好きだと共に苦しむが、それに距離を空けてやれば、そう、ヨガ行者でなくても、そのうつ病患者であっても苦しみを減らすことができる。逆に言うと、うつ病を治療するやり方と、そして全ての苦しみを滅するとするヨガ仏教の悟りの道程というのは、
本質的に違うところがないんだというところが分かってきているということです。よって私は悟りの心理学と呼んでいます。これは心の仕組みに基づいて知的に合理的に思考した結果であって、何か神様にお願いして苦しみを無産するような、そういったマジック、魔法なんではないんだですね。そして意識が思考や感情に対して一歩距離を置くと、その感じる苦しみが減るということは、苦しみの思考や感情自体も静まっていくことを意味する。これはいわば意識がネガティブな思考や感情に思い入れをして一体化していると、その思考や感情は延々と続くことになるが、距離を置いて関心を薄めるとエネルギーを失ったかのように、思考や感情が静まるかのようである。そしてヨーガの神話の思想もこれと同様であり、神話が心などの働きを構成する根本的なエネルギーであるプラクリティと接触すると、接触前までは平衡状態にあって静止していたプラクリティが活動を始めると、ちょっと難しい話をしました。思考や感情はですね、ヨーガではプラクリティというものから作られていると言われています。根本原質などという訳がありますけど、でこのプラクリティに真が、意識が接触するとプラクリティが活動するんですが、そのプラクリティ、つまり思考や感情に対して真が、意識ですね、真がである意識、これが関心を失い距離を置くとですね、そのプラクリティの動きもだんだん静まっていくということです。ですから、例えて言うならば、自分の中のもう一人の他人、自分の中のもう一人の友人である心君に対してですね、あなたが関心を持って一緒に騒ぐと、悲しむと、苦しむと、その心君というのは元気になるが、あなたが関心がなくなっていくと、関心が、要するに注目してもらえないと、だんだん静まっていってしまう。そういう目立ちたがり屋なんだと。自分の友人の心君のバカ騒ぎに対してエネルギーを与えるなっていうところがですね、まあ仏教ヨガの心理学にはあると。こういう仕組みがあるんだ。ですから皆さんが、その先ほど言ったように、その俺はダメだ、俺はダメだ、俺はダメだじゃなくて、俺はダメだという思考や感情を今私は経験している、今私は経験していると言って、思考や感情に距離、これを置くとですね、だんだん心が静まってくるわけです。単に思考や感情から自分が離れるだけじゃなくてですね、その否定的な思考や感情自体がなくなっていくという不思議なことが起こる。まあ、なんとなく不思議なことですが、しかしなんとなく体験上は当たり前のことのような、そこのとこを今ですね、言葉で明確に我々は表現、理解しようとしているわけです。そう、心にいらぬ関心を持たなければ、心は落ち着いてくると。で、これを日常の言葉では気分転換、リセットと言う。うつ病の人など、この特徴はネガティブな感じがずっと継続するんです。それに対して心理療法で解かれることはですね、とりあえず気分転換をしようと、なんか他のことを考えましょう。なんか他のこと、他の楽しいことを考えると、その否定的なことを忘れていくと。忘れられると、その否定的な感情がなぜか静まっている。忘れたにもかかわらず、どっかでわー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 騒いでるんじゃなくて、脳の中でそれが静まっていくっていうことです。まあ、ただから例えば、その気持ちがネガティブになったら、外に出て自然の中でその散歩してみるとか、それは自分の好きな動画や音楽、これを聞いてみるとか、そういった何か別の時に意識を移すと、移された側、置き去りにされた側のネガティブな感情は、そのなくなっていくってことです。まあ、眠れる人は寝ちゃうわけですね。眠れる人は寝ちゃってですね、置き去りにされた側は朝起きてみると、すっきりして治っている。そういうことがあると思います。ここら辺がヨーガの心理学であり、悟りの仕組みのシステムですね、根幹にある。旧自動思考、自動感情、最新心理学が発見した驚るべき無我の事実。さらに、マインドフルネス認知療法の見解では、そもそもが抑うつ感情などのネガティブな思考や感情は、過去の経験、習慣などから自動的に生じているという、自動思考、自動感情。この自動思考、自動感情というものは非常に重要なポイントで、
自動的に生じているというのは言い換えれば、無意識的習慣的なものであるということであり、その時の自分の意識が自分の明瞭な意思によって生じされたものである。無意識の脳活動がいわば勝手に今までの習慣などから作り出している思考感情であるということである。だとすれば、それは自分の意識の思考や感情ではない、すなわち無我であるということができるのではないだろうか。まあ、例えば否定的な人ですね。俺はダメだ、俺はダメだ、俺はダメだ、抑うつ感情の人はですね、その非常に頻繁にそういう感情が生じるわけですが、それはそういう癖が脳にできちゃっている。自分で俺は否定的になるぞ、俺は否定的になるぞと思ってるわけじゃないですね。いろんな状況でですね、その反射で否定的な思考をですね、無意識の脳活動が勝手にですね、作り出してる。そういう習慣にある。だから自分の意思でやってるんじゃなくて、ある状況にあると、というかいろんな状況において、普通の人よりもいろんな場面においてですね、否定的な感情がですね、無意識の脳活動で作られやすい、自動的にそうなっている。自分の意思でそう感じてるんじゃないんだ、自分の意思でそういう思考や感情を形成してるんじゃない。にもかかわらずそれを自分の思考や感情だと思って、これは間違っている。それは無意識の脳活動が勝手にやってることであって、習慣的にやってることであって、それは自分が意思してやってることじゃない。それに気づいて、それを意思して止める方法を考えようと。例えば気分転換だと。他のことを考えればですね、また他のところを体験すれば、無意識の脳活動がその否定的な感情を形成する余力がなくなると言ったらいいですかね。こっちで忙しくなる、あっちがなくなる。そういったこと。それから否定的な思考や感情は実はですね、脳の大脳辺縁系という、ちょっと脳の中で人間ではなくて哺乳類も共有しているような原始的な脳で生じやすいんです。ですからそうではなくて、人間的な脳、物を書いたりで言葉を話したりする脳の部分、つまり大脳新皮質、大脳新皮質、これを使ってやると、つまり先ほど自分の思考や感情を書き出すと言いましたね。または自分や思考や感情を言葉で表現してみる。自分は今、自分はダメだという思考や感情を経験しているというふうに言葉にしたりですね。それから物に書いたりするとですね、そう、大脳新質が忙しくなりますから。否定的な感情を形成する大脳辺縁系ですね。そこにはエネルギーがですね、いかなくなるんですね。血液とかいかなくなるんでしょう。そういったことです。気分転換っていうのは、否定的感情ができる脳の部分を使わないというような部分もある。否定的な感情じゃなくて別のことに意識、エネルギー、脳を向けさせちゃうというような意味がある。ではもう少し先です。そして目覚ましく発展している認知心理学の最新の研究結果に基づく主流派の見解は、うつ病の人のネガティブな思考や感情だけではなく、人の思考や感情全般に関して、その全てでなければほとんどは自分の意思によって生じているのではなく、外界や体の状態などの影響を絶えず受ける無意識の脳活動によって生じており、本人がそれを自分の思考や感情だと錯覚しているという驚くべきもので、うつ病の人の習慣的なね、自分はダメだダメだっていう感情、これはその人の脳の癖だと。自分の意思でやってるもんじゃない。無意識の脳活動だと。それは自分の中のもう一人の他人だと。そういうふうに言いましたが、それに限らず、最新の認知心理学者、心理学者の主流派の意見は、人の日常のほとんどの思考、もし全てでなかった、それは自動思考、自動感情だ。自分の意思によってその時々にやってるんじゃなくて、無意識の脳活動が勝手に習慣的に自動的に形成していて、それを意識が自分の思考感情だと思い込んで一体化しちゃってる、ね、もう少し先を言います。これを言い換えれば、人は実際には個々人が、だから独立した個人の自由な意思によって行動してはいないということで、我々の現在の常識とは大きく異なる。しかしこれもまた最新科学の発見と大衆の常識の食い違いであって、この点については参考資料で詳しく紹介する。人はですね、時々に自分の意思で
自分の考えで自分の感情で行動していると思っているが、しかしそれはその時のその時の状況、その時の環境、その時の他人からの情報、ないしはその時の気温その他の自分の体の状態、そしてその体の一部である脳の無意識の脳活動の自動的習慣的反応であって、自分の意思で考えてるんじゃないんだ。そういうふうに認知心理学者は研究の結果判断してるという。じゃあ私たちね、自分の考えで自分の意思で自分の人生歩んでないんですかっていうと、残念ながら気は害するかもしれないが、ガリレオの時の地動説に実際はそうなんです、庶民の大衆の皆さん、というのが認知心理学者のスタンスなんですね。で、認知心理学者は例えば、下條信介さんとかデイビッド・イーグル、これから100年200年現代の心のガリレオとして、そういった常識大衆と切り結び、科学の真実を伝えていかなければならないと結論してるという。ということで、現代の最新の心理学は、なんか知らないうちにですね、ヨーガ、仏教の悟りの心理学の回し者になっていて、それですごく合致してるわけです。前のたかしさんなんかも、この発見をした時に自分は大変な発見をしたと思ったそうですが、自分がそれを本に書いたら、読者に釈迦の無我の教えとか老子の思想と同じですねって言われて、愕然として、その後仏教を勉強して、2500年前からこれ言われてたんだねと。前の高橋さんってシステムエンジニアの方です。つまりコンピューター AI とそういう仕組みで、それから今幸福学の心理学に転じてますが、まあそういうふうに心の科学者がですね、到達した釈迦前後のヨガや仏教の心の心理学の確からしさということになります。で、こうして悟りというか解脱というのは、まさに合理的な思考、明晰な思考に基づく心理学であって、現代それが科学的に実験的にいろんな意味で裏付けられてきているということができます。しかし我々の常識とは違うので、しかし常識と違うだけですから、ガリレオとガリレオに反対した超多数派のそのカトリック教会や庶民のどちらが正しかったかというと、その後ケプラーが、ニュートンが、その現代の科学者が、それはガリレオの方だと言ったように、まあ簡単に言うと、悟りの心理学が現代の心理学でサポートされているということは、それは徐々に未来の人類社会の常識と同じということは、それに基づいて我々が考え行動することになれば、それは皆が悟りの道程をスタンダーだと、学校教育の中で歩むことになる可能性があると思う。お釈迦様はそういう未来、これを予言しています。寿命がどんどん長くなっていくと、自分の教えが広まっていくと、人の善行が増えて悪行が減っていくと。彼の言う善行っていうのは、そうですね、自分でないものを自分だと思わず、自分ばっかり中心の行動、これを取らず、万物一体の悟りの境地で生きることで、当然それは利他になりますから、善行となる。彼の言う悪行っていうのは、自分でないものを自分だと錯覚し、その愚かさから自己中心的な生き方をし、そのために他人を傷つけて、自分も不幸になるのに不幸になると思わずに他人を傷つけ続ける。これが彼の言う悪行ですが、その悪行が減って善行が増えていくということに、人類の寿命が伸びる未来において到達するであろうという予言、これが天輪上宿経という経典の中に、初期仏教の経典の中に収められています。さて、今日は第1部の半分ぐらい、これを勉強しましたが、悟りの心理学として題した趣旨というのは、まあ、まとめるとですね、我々の常識の中には多分に極めて曖昧な、そして明確に事実に反する錯覚があると。第一に、心といっても、心って分析したことがある。一体心って何なのか。そしてその点で重要なのは、意識と意識以外のもの、これは大きく性質が違うんだということ。そして意識と意識以外のものを、これを区分して、その思考や感情を鎮めていくというところに、悟りと解脱の道程の本質があるが、
それは現在のうつ病治療などですでに確認されている手法同定なんだっていうですね。ということで、じゃあそれを踏まえるならば、そう、うつ病の治療を徹底的にやったらですね、悟り解脱のプロセスになるということになります。しかし、まあ徹底的にやるためにはどんな方法があるのかっていうことになって、その技法がいろいろあるわけです。そして皆さんが今日の冒頭で経験していただいたのが呼吸瞑想、呼吸禅というものです。すなわち、一時的ですが、これによって思考や感情の静まった平安な意識、これを経験します。これが徹底されていくとどうなるかっていうことです。それが悟り解脱だということです。皆さん、悟り解脱の扉、これを開いて、その道を歩くというところに、先ほどの呼吸瞑想で来ているということ。で、それ突き詰めるとですね、思考や感情がなくなって意識だけがあると、この世界全体をそのまま見ます。それどういう意味かというと、自分と他人を分けずに、自分と他人を含んだ世界全体をそのまま見ます。それは万物一体の世界なんですね。心や体を自分だと思う思考や感情があるから、意識は自分と他人を区別しますが、その思考や感情がなく、静まった状態で自分や他人やその環境、この全体を意識が純粋にそのままあります。そうすると心が自分から解放されて大きく広がっていく感覚が生じるということです。まあ、これがまあ悟りの境地、体験の、まあ、なんていうかな、走の部分をなるべく言葉で表現しがたいところを言葉で表現したものだということができると思います。はい。それではですね、今日のお話は大体ここで終了したいのですが、もしご質問があればお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。私からの方から加えることはですね、この後も皆さんなるべく読んでいただいて、そして、この章にはですね、参考資料っていうのが21ページからありまして、そこに認知心理学の詳細、これが書かれています。今私が口で説明したことを含めてですね、認知心理学者がどんなことを発見してるのか、それがどうヨガや仏教の思想と一致してるのかということが、もうちょっと具体的に明確に書かれています。いろんな専門家の見解が引用されています。まあそれをですね、前提にこの本文の方が書かれています。21ページまでの、21ページ以降の参考資料も読んでいただければいいかなと思います。この第1章の後半の講義、この12ページの10番以降ですね、これは今日の夜の第2部というか第2回目の講義で、まあ、継続していきたいと思います。何かご質問があればと思いますが、いかがでしょうか。まあ途端にね、ちょっと難しいところ、本論中の本論というかね、中心の中心からお話しましたが、しかし、まあ、現代に生きる皆さん、今後の人類の発展の可能性、今後の人類の心理的発達、心理的進化の可能性として、極めて心理学的なものとして、悟りの道というものが説かれたと。そしてその悟りの道というのがですね、仏の道でして、仏の道を仏道といって、仏教というのは明治以前は仏道と言われていました。明治以降仏教という、まあ、英語的な表現になりましたが、仏の道、仏道、言い換えると悟りの道、それは心理学的に表現することができる悟りへの道程だということです。はい、もしご質問ないようでしたらね、この辺で終了させていただきたいと思います。皆さん、ご清聴いただきありがとうございました。